ちまちてん、こんばんは。ごめんね、ちょっと縦にした一瞬。こんばんは、帰ってきたよ。こんばんは。こんばんは。目が回る。ごめんね。帰り、ただいま。こんばんは。帰りなさい、ただいま。今日は5時半起きで頑張ってきました。メイクされてる？いや、今日本当にメイクしてなくて、なんかね、すごい今までで一番薄いメイクで撮影したかな。うん、なんか目が本当にアイシャドウも塗ったかも覚えてないぐらいで、アイシャドウもじゃなくてアイラインとかまつげも全然上げてなくて、眉毛がちょっとあるぐらいで、あともう本当にほぼのもうすっぴんって感じの撮影です。今日は楽しかったよ。昨日とはまた、あ、確かにね、昨日、あ、そう、早起きチャレンジ、そうできた、できたできた。あ、そう、ちょっと寒くてね、今日ジャンパー着てたね。こんばんは。今日はね、あのツイッターとか遅くなってしまって申し訳ない。もうちょっと早く出そうって思ってたんですけど、撮影の後その取材がありまして、それをやって、あのお仕事しとって遅くなった。そう、お疲れ様です、ありがとう。そう、めっちゃ寒かったよこんばんは。インタビュー、そうそうそう、インタビューをねしとって、ちょっと遅くなってしまう。沖さんのメロニモちゃん、そうだよ、今日は沖さんと一緒に、一緒にというか、そうね、一人ずつ撮ったんじゃけど一緒に行ったよで、そう、帰りにご飯、その連れてってくださって、そう、こんばんは。あ、そう、食べた時に、いやいや、食べる前かな、食べる前に写真撮ってもらったよ。モカも一緒に撮ったらよかったですねちょっと緊張して言えなかった。こんばんは。ちゃんが先輩のご飯ね、みんなと行ったんですけど、そのスタッフさん全員、楽しかったです。こんばんは。こんばんは。そう、ワイワイご飯食べれた。今
今日は何やった、あ、そう、今日はいろいろ外で撮ったり中で撮ったり、 SNS 歌謡祭してめた、ありがとう。そう、今日のめっちゃ出走しめっちゃ早朝にね出とったね、もう6時大変に出ても、嬉しい。いや本当にね、もういっぱいいっぱい、こんなにテレビに出演させていただけるなんて思ってなかったから、そう今回も本当にね、なんかそう目標としとったとこは難しかったけど、でもそもそもこんなに出演できたことが本当にありがたいことやしね、精一杯頑張ってきます。そうまたね、目標としとったとこは来年じゃなくてまた次みんなで目標にできたら嬉しいなと個人的には思っておりますね。たくさんね音楽番組出演でってありがたい、頑張ってね広めてきますこの曲を、来年に行きたい、うん、みんなで頑張ろうたくさんの人がいて初めて出演出れる番組、本当にね盛りだくさんだった、なんか本当嬉しいよね。こんばんは。楽しみが伸びてるありがとう、それはいいよ、言い方だね。そうそう、みんながねいっぱいなんかなん、みんながさその本気で応援しとってくれたんやなっていうのがすごいツイッターとか見て伝わって、からもう諦めちゃいけんって思ったので、思ったし自分自身もね出たいし先輩の目標を一緒に追いかけたいので頑張るぜっていう。シティの国もいて、それはよかったん。こんばんは。返信とかなんかハッシュタグで調べてみたりとかで結構見たかな、シティポテトって。そう自分のことかのようにみんな悔しがってくれててすごく嬉しかったので、またみんなで喜べるように頑張ります。そうね、今日の朝出演も発表されたので楽しみに頑張りたいと思いますが一番ドキドキ、うん、したいい歌歌ってます、かっこいいかも、頑張れ、ありがとう、頑張ります、たくさんつぶやくね、ありがとう、嬉しいですそれは。そう、こんばんは、こんばんは。ちゃもんちゃもんこんばんは。叶うかもって思う、そうだよ、紅白を目指そうってなかなか思えないぐらいすごい場所だから、本当にすごい場所だから、いやそれを目指せたのがみんなですごいよね、そこが嬉しいから、またそれを叶えれるのは
ようにね頑張りたいよね。そうね、レコタイもまた頑張ろう。来年 FNS 歌謡祭行けてもらえた、ありがとう、嬉しい、頑張るよ。これからも楽しい、ありがとう。そうね、去年とかまではね、言葉にね誰がも出したことがなかったぐらいのあれだったので、逃げないから逃げないね。自分の誕生日リリースした曲、改めて平常を感じられました。おめでとう、いっぱい聴いてね、これからも。こんばんは。来年の年にとっとります。頑張りましょう、みんなで。こんばんは、これからも応援してるから一緒に頑張る、うん、一緒に頑張ろうね。今年は気にしてた、私も発表今日されるのを見とった、発表される前にドキドキってしとった。そうそう、みんなそうそう、みんなで ST ファンの方そわそわってしとった、仕事しながらそわそわ。グループのファンね増やしたいですね。メンバーのツイートし、あのね、みんなツイートしてたね。こんばんは。みょん。今日は夜ご飯食べたんだけど、お腹空いたのでお雑煮食べます。今から。そわそわボソボソ、そわそわボソボソしてたの？ボシャボサ？初出場の誕生日迎えたね。ね、迎えたかったね。お雑煮お餅2個から3個の予定だけど、もう夜ご飯食べたんよ。でもちょっとお腹空いたから、いや食べるのは大事よ。めちゃやつ、そう、なんか全く食べてなかったらダメ、あれだけど、そう、私いつもね、お正月来る前にね、お雑煮食べちゃうんですよ。普通にお雑煮という食べ物が好きなのよ。私のお家のお雑煮はね、なんかね、多分みんなとちょっと変わってるのかな、なんか何で作ってるんだろう、あれは出汁とお塩なのかな、よくわかんない。高知のお雑煮ではないんだよね、多分私のお家って。どこのお雑煮でもない気がする。うちんこのお雑煮って何なんだろうみたいな。透明ではないです。オリジナルなんかよくわかんないんですけど、美味しいんですよね。またちょっと今日食べるときに味を確認してみます。いつも深く考えたことがなかったけ、特殊っていうか何なんだろうと思って。透明とかではない、プリオイル、そうなん、私は普通にシンプルにお餅と三つ葉しか入れない。あんこ入ってない、入ってない、甘くない、甘くない、なんならちょっと塩ベースの、本当にね、その味が私は大好きで、結構塩の味が好きなので、こんばんは。
高知のお雑煮何か特徴、高知のお雑煮もか分かんないんだよね。何が高知のお雑煮なのか知らんのよ。あんこ餅はね入れないです、自分ちは。そういえば、お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは。リセンテのおどんやってるちょっと違うな。リセンテおせち料理あんま食べれないです。私がおせち料理よりお雑煮好む人なので、なんかでも今年はなんか食べたいねとは言っとったけど、香川のなんかあんこ餅のやつあるよね、見たことあるよ。これ俺、深緑さん今いらっしゃる？この間お礼をずっと出そうと思っていたらコメントくださいコーチの刺身分厚い、うん分厚い、います。お、よかったよかった、この間ごめんね。どん、これ T シャツのやつ遅くなりました。深緑さん T シャツ企画タワーありがとう、たくさん嬉しいです。この間お話できた時ね、もうめっちゃ応援してくれてるって言ってくれたのがすごく嬉しかったです。いつもありがとう応援ね。そう、T シャツをゲットしたいと思ってくれてありがとね。ダープ。緑多めだよ。緑多めだよと、ほらこれ T シャツサイン入りの、すいませんありがとうございます。こちらこそありがとう、 Thank you、 いつもありがとう、また話そうね、ありがとう、遅くなりました。ずんだ餅？え、ちゃうよ。あ、ずんだ餅？あ、わかんない。これはかき氷、これはアイス、これはお山、これは木です。そう、お山。ありがとうございます。こちらこそありがとう。美味しそう、あまりもちゃんの味が一番たくさん見て、お、よかったさ。ブロッコリー、あ、確かにちょっと似てる。すぐ食べ物が。いや、私が食べ物かきがちだからね。こんばんは。リスト読みよる。赤緑さんありがとう、福ちゃんありがとう、ピアノピーさんありがとう、熊崎さんことゆきさんありがとう、羽山さんありがとう、ミミーさんありがとう、石さんありがとう。ありがとう。白ニットセンス可愛いでしょこれ。あんこって安いものやと思ったらちょっと高いよね。あんこ、こしあん好き。こんばんは。冬服、そうね、冬服かな。もう秋でもいけそうやけど、これにアウター着てたので、
構ちょっと長い系のニットですね。ニットって可愛いよね。半袖はそうね、寒いね。もうブルブルブルってなんかのなるぐらい。こしあんっぽい。こしあん好きです。シルク私食べたことあるかな。お茶おしとして応援していきます。ありがとう。もこもこ、そうもこもこ、しかもワンピースみたいなぐらいのやつ。白いにいたらご飯食べる緊張する。確かに。あ、マフラーそろそろしようと思って、もうだいぶ寒くなってきたから。でも今日はもうめっちゃね、今日寒くて結構薄着でもう風にブワーって当たったんですよ、撮影の時に。で結構もう体中もう鳥肌みたいなのとってそうだ、結構冷えたから、今日はお風呂に浸かろうかなって。冬だから結構お風呂に急いでる時以外は使ってるんですけど、今日はお風呂とか。足先寒かったけね、今日ね足先があったかくなるマッサージしてた。マフラーと手袋してるのかわいいよね。女子力あるって感じ。あ、ザニガシ感じされな。体調気をつけて。うん、気をつける。ありがとう。関東も寒かった。なんか今日寒かったね。もう私も風がブワーだった寒い。気温がタイムさん低く、あのそうね、どのくらいの時間すると、え、どうなんだろう。結構薄着やったんよね。そう、こたつ買ったら出ない。いや、こたつ持っとるよ。この机がこたつなんだけど、まだお布団もかぶせてないから机みたいな感じで。そう、風あるときはこう。そうね、風気をつけるやん。そう、夕方から寒かった。薬だったの。いや、そんな、そういうのじゃないです、ごめんなさい。いい、沈むと。そうね、なんかさ、太陽が当たってたらあったかいけど。風邪ひかないよね。うん、こたつはやばいよ。今日も全力でいかないかな。ありがとう。こたつみかん、え、今日ねみかんもらったんよ。だからちょっとみかん食べようかなって。そう、お昼あったかいのに夜寒くてブルブルって感じ、体が。こたつ集めした人天才するな。あと布団乾燥機や、もう開発した人、本当にもうぜひ握手を。ポンカンいいね、美味しい。私ブンタン食べたい。ブンタンちょっと切るのめんどくさいけど、切ったやつ食べたい。冬しか呼べない。まあそうな、暑いもんね、夏に入ると。柿とリンゴ食べたい。へえ、柿あんま食べたことないや。リンゴはあるけど、結構鈍感装置を暖房に使う、初めてするな小さいみかんといいね。みかん冬食べるよね、美味しいよね。いちごで始めた。嘘、嬉しい。いちご大好きなんよ、本当に。いちご好き。こんばんは。
56分、じゃあもうちょっと下読むね。うん、ドリミネーション明日からなん。嬉しい、行けたらいいな。でもまあいっぱい撮るから行けるよね。カメラもていいじゃん、送ってよ、メールで。もうメール、楽しい時間あったよね。うん、申し訳ない、短くてちょっと今日長引いちゃったから。楽しかったよ。でもお眠、そう今日頑張ったから眠だよ。聞いたら写真、うん、送るね。今日もあなたの笑顔が誰かを救うさ、ありがとう。Thank you。 終わり際に見に行った何欲しいのと、お風呂ですぐに、うん、キョッパちゃんだね。そう、 LINE 送ったいよ。ちょっと会えたらまたおめでとう言いたいですね、直接。最近パちゃんと会えてないのね、 PR 舞台でパちゃんが忙しくて、それで会えてないので、また会えた時におめでとう言いたい。11月生まれ多いね。12月も多いね。みんなお仕事最近ね、忙しそうよね。みんなすごいよみんな。13位の幻さんありがとう、12位の TKO さんありがとう、11位のケイシティさんありがとう。花は誰の、誰のもの。わ、いい歌です、ありがとう。ジューのドラゴンさんありがとう、ももちゃんみ、あーなんだー、ありがとう、ごめんね。ケイのピアノピーさんありがとう、ずっと応援しとるねーかな、ありがとう、応援してねー。8位のエトさんありがとう、7位のジェタさんありがとう、これからも、これからも、ももしか。ありがとう、コメントしてくれると見える、ここで。壇上の方。6位のひでくんさんありがとう、5位ののりさん、あとマック9枚パスタさんありがとう、4位のたかやさんありがとう、3位の羽根馬さんありがとう、2位の桃太郎侍さんありがとう、1位の桃花が僕のシンデレラさんありがとう。Thank you。 さて、見守りたいって書いてくれた、ありがとう。そう、名前途中までしか見えなくなっちゃったのよ、ずっと応援してくれ、ありがとう。なので壇上の方、ここでコメントしてくれたら見える。文句が読んだ時とか、よかったらぜひぜひ。おやすみなさい、ありがとうね、来てくれて。バイバーイ。